ラブエルタ休息日前第1週9日間のレースを終えて、総合リーダージャージマイヨロホはクイックステップアルファベニムのレムコエベネプール、ポイント賞のグリーンジャージは逃げに入ってポイントを加算したトレックスガフレドのマッツピーダスン、山岳賞ジャージはすでにステージ2勝を飾っているアルペシンドゥクーニンクのジェイ・ワイン、そして白のヤングライダー賞ジャージは総合リーダーでもある22歳レムコエベネプール、このジャージは繰り下げで総合4位イネオスのカルロス・ロドリゲスが着用します。総合ではモビスターのマスが1分12秒差の総合2位、大会4連覇を狙うユンボ・ビスマのプリモシュログリッチが1分53秒差の総合3位につけています。選手たちは長距離移動を挟んで地中海側へとやってきました。休息日明けのこの日、イネオスのヘイター、ユンボのアフィニ、ボーラ・ハンスグロエのサム・ベネットら5名がスタートせず、コロナの影響で有力選手たちの未出走が続きます。アリカンテに至る 31.1 キロの個人タイムトライアル、基本は平坦路でパワーを問われるコースですが、フィニッシュ手前には上りセクションも、バッドデイに見舞われる選手も多い休息日明け、果たして総合上位勢の走りは。この日目標となるタイムを叩き出したのは序盤スタートのクイックステップレミ・カバニャ、中間計測すべてで最速をマークし34分18秒のトップタイム。総合上位勢がスタートしていきます。総合6位のバイクエクスチェンジサイモン・イエーツ、総合5位 UAE チームエミレッツ所属スペイン期待の若手ファン・アユソもスタートしています。もう一人のスペイン期待の若手、総合4位のロドリゲスもスタート、ヤングライダー賞を繰り下げで着用しています。そして総合3位につけるディフェンディングチャンピオンのログリッチがスタート。ログリッチは過去3年間のブエルタでの個人タイムトライアル4ステージ中4勝負けなしです。総合2位、ここまで素晴らしい途半を見せているマスは苦手なこの種目をうまく乗り切りたいところ。そしてマイヨロホを切るエベネプールがスタートを待ちます。首に巻くのは空気抵抗を軽減するスヌード、 TT スペシャリストであるエベネプールはこの日のステージ優勝にも期待がかかります。 10.5 キロの中間計測地点、ログリッチが暫定トップのカバニャから 0.39 秒遅れの暫定3位で通過、いいタイムです。しかしエベネプールはなんとさらに21秒早いタイムで暫定トップタイム更新、立ち上がりから圧倒的な力を見せつけます。チームメイト圧巻の走りにホットシートに座るカバニャも笑うしかありません。中間計測で好タイムをマークしたイニオスグレナディアーズの総合10位パベル・シバコフが暫定2位でフィニッシュ。21キロ地点2つ目の中間計測でもエベネプールの走りは異次元でした。暫定トップのカバニャとのタイム差をさらに広げ36秒上回りました。一方、総合7位につける UAE のアルメイダはフィニッシュ手前で関係車両の退避ルートに迷い込んでしまいました。これは手痛いタイムロス。最終的に暫定10位でフィニッシュを果たしています。サイモン・イエツはやはりタイムトライアル能力を向上してきました。カバニャから42秒遅れにまとめる好走を見せています。アユソは暫定13位、こちらは19歳、まだまだ成長の余地が存分に残されています。後半にかけてもペースを落とさなかったログリッチがフィニッシュラインにやってきます。長らく更新されなかったカバニャのタイムを12秒更新する暫定トップタイム、さすがの強さを見せます。総合2位につけるマスは決して得意ではないこの種目、いい走りを見せています。ログリッチから1分3秒遅れの暫定9位、これは力走です。しかしその直後にマイオロフォがフィニッシュラインに飛び込んできました。その勢いスピードは他を圧倒しています。なんとログリッチのタイムをさらに48秒上回る圧巻の走り、平均時速はただ一人時速55キロ台で文句なしのステージ優勝。休息日明けもなんのその、第1週目に続きただ一人異次元のパフォーマンスを見せるベルギーの振動は総合リーダーの座をさらに確固なものにしています。ここまで資格の見当たらない22歳、グランツールでキャリア初めてのステージ優勝です。ステージ結果です。総合上位を狙う選手たちが軒並みトップ10に入りました。エベネプール、ログリッチ、カバニャに続いてロドリゲス、シバコフ、クラドック、イエーツ、ゲーガンハート、ミゲルアンヘル・ロペス、そしてエンリク・マスがトップ10に入りました。ログリッチの TT 連勝記録を止めたエベネプール、総合優勝に向けてこの上ない第2週目の立ち上がりとなりました。 TT を受けての総合トップ10です。ログリッチが総合2位に浮上、しかしタイム差は2分41秒まで開きました。
マスは総合3位で表彰台ポジションをキープ。イエツが総合5位へ、シバコフ、ゲーガンハートのイニオス勢がトップ10へと入ってきました。第11ステージはエルポソアリメンタシオンからカボデガタまでの 191.2km、 カテゴリー3角の設定されないカッコ付きの平坦ステージです。中間スプリントポイントもフィニッシュ手前 10km に設定。ポイント小ジャージを切るピーダスの筆頭にスプリンター勢としては外せないステージです。 GCN では第3のグランツールラ・ブエルタを毎日日本語でハイライトでお届けしています。またサブスクサービス GCN プラスでは世界各地で行われている男女トップレベルのロードレースをライブで配信中。ブエルタのハイライトとともにお楽しみください。